わけで、当初の尻のま、よろずです。皆さん、猫舌というものをご存知でしょうか？ええ。ちなみに、猫舌だっていう人、手挙げてもらってもいいですか？はい。まあ、これぐらいですか？まあ、直樹も、ちょっと若干猫舌と。まあ、猫舌っていうのは思い込みっていうらしいんで。思い込みですか？思い込みなんですよ。俺、猫じゃないけど。そう、猫じゃないから。なるほど。ちなみにさ、動物何派？はい、俺、猫派。一番言ったらいかん。今回は猫舌じゃない組にちょっとハンデをつけて、まあ、対戦しようではないかという企画でございます、うん、ラーメンを早食いしたいと思います。どういうハンデをもらえるかっていうのは、あ、それはあるんですね。焦ってください。焦んな、まあ、ラーメンといえばすするものじゃないですか。なんで我々はすすりません。うん、で君たちは普通に食べていいです、うん、なるほど。負けたチームですね。まあ、1週間ラーメンチームもしくはラーメン屋でラーメン食うっていう写真をチーム全体でやってもらいます。なるほど、まあいいでしょう。それでは行ってき、マジマンジなんだよ。はい、そう、まあ、ちょっと一つ訂正がありまして、残したチームの合計と、そうじゃないチームの合計の秒数時間で、はい、そうです。了解です。じゃ行きましょう。ちょっと俺強いな。チームついてよーい、いただきます。じゃあ頼む、ガチで。Quand t'es venu dans la rue inconnue。 いけるって。頑張れ。うすつなれぞ。チェックしようから。熱い。いや、結構いっとるよ。熱っ。頑張れよ。お前熱くないって、猫舌なんてもない。するのきつい。いや、早いな、早いな。いける、ただ、うん、あいつ、猫したら、ほんと。すごいわ。あ、この畳だった。熱っ。汁、鬼熱いわ、マジ。いや、それ。いやいや、もう変わらんって。いいね、やっぱラーメンすすらんと。いや、すすれんとで、こっち。こっち、すすれんとで。頑張れ。いや、変わらん。いやでも、ちょっとだけ勝ってるぞ。でも、油断するな。もうちょっと、飲めちゃう。じゃあ、普通の行くだけ。最初だけ。きついの最初だけ、今だけ。味方には厳しいな。きついの今だけ。あ、でもね、あ、でもロンバルもうない。いや、もうない、ない、ない、ない。え、ロンバルこんな早かったっけ。すごい。ラーメン最強しない。いけー、いけ、もう。飲み込んで、あーしてからやね、終わりは。飲み込んで、あーして終わり。はい、4分31秒。最後がもしかしたら難しいかもしれないね。はいはい、5分37秒。まあ、ちょうど1分ぐらい。1分6秒。短いって。いやマジできつい。だいぶ貯金やろ。熱いよ。何グラムですか？一緒っす。目は450です。なんか右の方が多く見える。これ右の方が多く見えるよね。見て持ってみたらいいですよ。次だろ。そうだろ。あ、もう好きなもの持ってみて。なんで一緒？いや、俺はこっちはちょっと軽いよ。よいしょ。使えていいよ。上に置いとっていい？ちょっと水飲んでおきます。あ、冷やすんだ。いや、いった。おい、本気でいけよ。うっせえな。おい、貴様、さっきあんだけ俺に言ったやん。いや。やれよ。言ってでもいかんかって。やれよ。いきます。準備いいですか？はい。はい、全然。よーい、スタート。いただきます。あーっつっ。それスープから一回話したら、ね、したくないもの、したくないもの。いや、ダメやろ。取りました。はい、もうステイ、オッケーで、10、9、8。なかったね。なあ、これ入れない。いや、これでいいよ。これ50秒でいいよ。いや、18やったけんか。3、2、1、スタート。やるんだ。そう、最後入れ。もうしっかり入れとけ、やれよ。ちょっとフーフーしたらいいわ。そう、あいつ、そうだぞ。あいつ、そうだぞ。はい、すいました。10秒1から。おい、噛むな。噛むな。よ。
もうダメだよ。ダメかもしれない。ダメだよ。ふう、一回しかしてないやつ。もうね。念入りですね、念入り。念入り。頑張れ。いや、勝った、勝った。いくか。必殺技。何やそのせいかも。しかも噛んでなくない？いく。上切ったな。切ったな。ちょっと待ってな、噛んでってよお前。お前やばいって噛んでよ。いく。おい頑張れ、勝ってるぞまだ。おい大丈夫か。おい勝ってるぞ。大丈夫、勝ってる勝ってる。もう舌出さんねえもん。うわ来たわ。あ、こう落ちたけんね、これも食えよ。これも食えよ。落ちたけん、これも食えよ。それも食えよ。うわ、止まる。もういいってその、揚げた時にフーフーするとキモいって、もうそのフーフーの仕方。いや、やれ、いけいけ、いけいけ。30秒ロスはやばいぞ。犬痛い。いいよ。あーイエーイ。ナイス。なんで諦めた。いや、まだ諦めたよ。1分6ある。1分6。あいつの手が1つ。なんでそんななんかさ、木の実食うみたいな感じか。こうやったらすすってしまう。ああ、そういうこと。もう本能的にラーメンはすするもんと思っちゃうね。あ、ピッ。え、タイム4分45秒よって、勝者猫ちゃんチームよ。30秒のロスが痛かったね。いや、関係ないっす。関係ないっす。克服したじゃないですか。可能性はある。いや、なんかね、いや、熱かったよ。まあ、検証結果ですね。まあ、シリューは猫舌じゃないっていうことが分かりました。演技っすか？ビジネスのことですか？ビジネスの。2、3個目は分からなかったけど、1回目は確実に言ったなと思った。ファーストタッチでも。いや、あとシリューが思ったより早かった。いや、マジ負けたくないなって。いや、すごかった。妹つだけには負けたくない。いや、やっぱまあ猫舌より負けず嫌い勝った。そうやね。それはあるかも。気持ちやけん、猫舌って気持ちやけん。あれ結論、思い込み。これしょ。うん、はい、ということで、じゃあ罰ゲーム1週間のラーメン。ラーメン、まあ、これは違う店舗に行ってもらうか、それとも同じ店舗でもいいと。じゃあこの動画が上がってから、それぞれ7店舗ずつ紹介してくれるということで、はい、ラーメン好きな人はぜひ X を参照してください。まあ、そうですね。はい、まあぜひね、2人のX をフォローしていただければ、美味しいラーメン屋さんをね、紹介するできるかなと思うので、ぜひ各種 SNS のフォローの方をお願いします。よろしくお願いします。まだね、この動画良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。お願いします。では次回のパスタ5キロ編でお会いいたしましょう。バイバイ。さようなら。